いやー雨ですね。まあ、雨、まあ、今撮ってるのが7月の13日なんですけど、気がついたら僕あと10日で僕誕生日でした。今思い出した。プレゼント待ちます。今、まあ、梅雨なんですけど、僕家、まあ、引っ越して、なんと夢の、まあ、ガレージを作りました。バイクガレージを、稲葉物置のバイクガレージの一番大きいやつを、まあ、作ったんですけど、あれ意外と上だけの倉庫っていうのが、まあ、30万円 で僕が住んでる場所がちょっと斜めだったんで、土台を作るためにコンクリートでこの平らにしたんですけど、それがなんと30万円でした。で合計60万円です。でガレージ、ちょっと、まあ、ガレージ生活して分かったことがあるんですけど、梅雨時期がガレージがすごい熱がこもって、で、まあ、日中は晴れて、まあ、すごい湿気が多くなってるんですけど、まあ、グランピーでも置いてるヘリノックス の椅子のこのケースを僕かけたら、なんとそこはカビ生えてました。だからガレージには布系は置かない方がいいっていうことが分かりました。以上報告です。はい、で今回は、まあ、7月今キャンペーンやってるんですけど、オールシティのそれを、まあ、車種別で紹介します。で池田くんがコスミックスタリオンっていう、まあ、グラベル系ロードの紹介で、僕がマッチョキング、まあ、シクロクロス系の紹介で、最後清水さんがジグザグっていうパープル色のロードバイクの紹介を3人それぞれしていきます。で僕はこのマッチョキングの、まあ、担当じゃないけど、まあ、僕マッチョキング持ってるんでそれを紹介します。でマッチョキングの、まあ、位置づけなんですけど、コスミックスタリオン、マッチョキング、ジグザグってあるんですけど、まあ、ジグザグロードバイクよりも BB ハイトが高いモデルになってて、よく走ります。でマッチョキングはもともとはまあシクロクロスのレースに開発されたもので、まあ、シクロクロスっていうのは1時間とかまあ30分とかまあ全力で走り切るために、まあ最大のまあパフォーマンスを発揮するための10メートルになってます。ということは1時間めっちゃ楽しいです。またはまあ短距離がすごい楽しい。まあ、欠点を言うと、まあ、150キロとか200キロ走る人はやっぱりこの BB ハイトが高いっていうことは、この高い位置から踏み下ろすってことなんで、ここの筋肉が疲労しやすいので、なるべくまあロングライドには正直向いてないです。でもしロングライド、まあ、150キロとか200キロとか、まあ、そこまで漕ぐともう変態なんですけど、そういう人は池田くんが紹介してた、コスミックスタリオンっていうモデル、これは BB ハイトが低いので筋肉のこの、まあ、衝撃が少ないんで、長時間漕いでも翌日の疲れが残りづらいので、コスミックスタリオンがおすすめです。まあ、マッチョキングはもう僕散々もう紹介してる、多分この黄色いやつは以前に3回紹介してるんですけど、まあ、改めてじゃあ紹介します。マッチョキングエースです。僕が持ってるマッチョキングは今僕のはまあ2世代目になるんですけど、3世代目は、緑と白のネギカラーのタイプで、それは前が 15mm のスルーアクセルで後ろはクイックレバーでした。でこの4世代目のマッチョキングエースになると、前後スルーアクセルになって、前が12の100で後ろが142の 12mm のスルーアクセルになってます。でもう1世代目2世代目3世代目、まあ、全然違うんですけど、まあ、フレームがこれ丸じゃなくて、持ったら分かるんですけど、ちょっと、こうなってます。まあ、なんていうかっていうと、とんがりコーンみたいな感じの薄っぺらい丸になってますか。まあ、こうすることによって、まあ、シクロクロスの試験をこう越えやすく持ちやすくしたりとか、この担ぐ時こういう時にこの、まあ、肩が痛くなるか、こういう担ぎやすい設計になります。実は担ぎ方いろいろあるんですけど、こう持つ人もいれば、こう持つ人もいればですけど、まあいろいろそれはまた後日、次回紹介します。で新しいモデルの特徴は、ここにこのゴムのこの秘密の穴があるんですけど、まあ、これを剥がすと中が空洞になってて、まあ、シマノの DI2 とかケーブルタイプの変速じゃないものもこれ対応してます。
あと金額がこれ30万円なんですけど、油圧ではなくて、機械式のディスクブレーキがついてます。これ TRP です。まあ、これいろんな意見あるんですけど、まあ、聞く聞かないという意見あるんですけど、僕はこれ、聞かないと思ってるんで、もっとこの聞くブレーキが欲しい人はこれを交換した方がいいです。あとはモデルが変わって、上が1と8分の1で下が 1.5 って、まあ、ちょっと今風な規格にこれも変わってます。あとブレーキの取り付けも前後、ポストマウントっていう、まあ、直にこうつけるようになってます。あとはギア系ですね。ギア系はスラムの、がついてます。まあ、これどんな人に乗ってほしいかっていうと、まあ、大人になるとやっぱ時間がなくなってくるんで、そうですね、短い時間短い距離でも楽しみたい人はこの車種がもう絶対おすすめです。もう絶対楽しいです。で装着するタイヤは700の 43C までいけます。あとは 650B の 48C まで対応してます。だからキャンペーンやってるマビックのホイールを買って650のタイヤをつければこの1台でロード系もいけるし、ちょっとふわっとした感じもいけるし、1台で 2台なんていうかな、2台分楽しめる車体になります。まあ、国内在庫見たらもうほとんどなくなってるってことは、そろそろもしかしたら9月10月には新しいモデルが出るんじゃないかなっていう僕たちの予想です。はい、そうですね。まあ、このライバル車種なんですけど、パナソニックでいうと CX のモデルと、あとグランピーのロードバイクが一応ライバル性がなります。そうです。まあ、やっぱ大人になって年齢重ねるとやっぱり筋力も落ちてきて、でも長距離行きたいっていう人は逆にマッチョキングではなくて、池田君が紹介したコスミックスタリオンの方がもしかしたらいいのかなと思います。でこれは52のサイズになって、トップチューブが550なんで、適応身長がだいたい174センチから178センチぐらいの人がこの52のサイズがおすすめです。でもし僕みたいに180超えてくると、まあ、55のサイズがいいと思います。あと身長165から170の方はこの1個下の49サイズがおすすめです。はい、という感じです。マッチョキング、次は清水さんがジグザグを今考えてますという感じで、マッチョキング今店頭に来てもらえばこの現物が見れるんで、まあ、こう触ってもらってもいいし、ただか勝手にこのカチャカチャすると壊れるんで、そーっと見てもらえればいいと思います。まあ、この YouTube の下概要欄には以前僕が撮った YouTube もこの載せておくので、もしマッチョキング気になる方はそれ見てちょっとこう買いたいなって欲をこうモチベーション上げてもらえばいいかなと思います。じゃあマッチョキングの紹介終わります